日本三大悪女その3、悲劇の姫君と悪女の二面性、淀殿。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は日本三大悪女その3、淀殿について紹介していこうと思います。淀殿というと、織田信長の妹お市の方と浅井長政の娘であり、父の仇である秀吉の側室にされてしまった悲劇のヒロインとしての一面と、秀吉の世継ぎを生むと聖母として権力を持ち、やがては戦にも口を出して豊臣家を滅ぼした悪女としての一面があります。三大悪女の一人とされる理由は主に後者、また出自によるプライドの高さも理由の一つとして挙げられます。今回は淀殿が悪女と言われる理由について紹介するとともに、本当に悪女と言えるのかどうかも合わせてまとめてみたいと思います。浅井三姉妹の長女、淀殿茶々は浅井長政とお市の方の長女として、1569年永禄12年頃に生まれたとされる女性です。父長政は叔父の信長に攻められて死亡、兄の満腹丸は秀吉の手で殺害されました。茶々は妹の初、豪と共に母の再婚相手である柴田勝家の下で暮らしますが、勝家が秀吉との戦に敗れてお市の方と共に自害すると、今度は親の仇である秀吉の保護下に置かれることになります。親の仇、豊臣秀吉の側室となる、さらには秀吉の側室となってしまうわけで、ここまでを見ると悲劇性が際立ちますよね。母と二人の父を戦で失い、二人の妹を支える姉として生きなければならなかった茶茶、なぜ憎い仇である秀吉の側室という立場を受け入れたのかは分かりませんが、妹たちの将来を支えるという理由もあったのかもしれません。二人の男児を授かるが、秀吉の側室となった茶茶は秀吉の子を懐妊、これを喜んだ秀吉が京都山城の国の淀城を与えたことから、以後淀殿、淀の方と呼ばれるようになります。さてこの懐妊、よく言われるのが、父親は秀吉ではない別の誰かではという説です。最初の子である鶴松がわずか3歳で亡くなると、2年後に広い丸、後の秀頼を産んだ淀殿。秀吉は女狂いで知られていますが、淀殿以外に秀吉の子を産んだ例はほぼありません。何百人もの妾を囲っていたという話もあるのに子をなしていないことから、秀吉は子供を持てない体であったという説も有力です。それを知っている淀殿が世継ぎ欲しさに密通したという説が当時からまことしやかにささやかれていました。一説によると秀吉も承知の上の祈祷だったとも言われます。王の春長と密通したとか、石田三成と密通したとか、そういうエピソードが淀殿が悪女であるとされる理由の一つとして挙げられます。しかし二人の息子の父親が秀吉ではないというのは憶測に過ぎないため、これだけで悪女と決めつけることはできません。秀吉の実子であることも十分考えられるのです。関ヶ原の戦いでは、悪女と言われる次の理由、淀殿は秀吉亡き後の豊臣家を存続させるため、まだ6歳の幼い秀頼を支えました。関ヶ原の戦いが起こった1600年、慶長5年、秀頼はわずか8歳でした。徳川家康率いる東軍と毛利輝元率いる西軍の戦いです。実質対立したのは家康と三成ですが、原因となったのは豊臣政権の主導権、つまり東軍も西軍も秀頼のためにという理由で戦っていたわけです。三成としては家康に豊臣の天下を奪われないように戦っているわけですから、秀頼を担ぎ上げたい、三成は秀頼を総大将として出陣させたいと再三願い出ましたが、
これを断ったのが淀殿だといいます。結果西軍は名前だけの総大将として毛利輝元を置くことになりました。東軍には反三成派の福島正則ら秀吉の家臣として働いた武将もいました。彼らは三成憎しの感情で東軍についており、もし西軍が秀頼を総大将として担ぎ上げていたとしたら西軍についていたかもしれません。秀頼がどちらにつくかはっきりしていれば関ヶ原の戦いギリギリまで拮抗するようなことはなく、もっと西軍に戦力が集まっていたかもしれず、結束力も上がっていたかもしれません。幼い我が子の命を守りたいという気持ちはわかりますが、秀頼が中立的な立場にあったことで西軍が敗れてしまった。結果的に淀殿のせいであるとも言えるのです。上洛を強いるなら秀頼を殺して自害する。淀殿が豊臣を滅ぼした原因と言われるのは彼女のプライドの高さにもあるとされています。征夷大将軍となった家康、息子の秀忠に将軍職を譲る際、秀頼と淀殿に二条城へ上洛して祝えと求めました。しかし淀殿はこれを拒否し、上洛を強いるのであれば秀頼を殺して自分自身も自害すると言ったのだとか。豊臣の家臣に過ぎなかった家康の求めに応じて上洛するなど、プライドが許さなかったというのがよく言われることですが、秀頼の身の安全を第一に考えるのであれば、淀殿の行動は仕方のないことだったと言えるかもしれません。こうして家康との対立を深め、とうとう大阪の陣に至りました。きっかけと言われるのが1614年、慶長19年の宝光寺照明事件です。豊臣家が再建した寺の紋章に国家安康の字があり、家康の名を安で分断した。さらに君臣崩落の字が豊臣家の繁栄を願っているだとか、家康は難癖をつけ、秀頼か淀殿を江戸へ人質によこせと言ってきたのです。当然のごとく淀殿は激怒。こうして大阪の陣が起こったというのが有名な話で、ここで淀殿が折れていれば豊臣家は存続したのではという見方もあります。しかし近年、実は淀殿は自身が人質となることを了承していたという資料が見つかりました。大阪冬の陣のことです。家康との水面下の交渉では自分が人質となり、豊臣が徳川に下ることを認めたと。しかし結局は淀殿が人質となる条件として示した要求に家康がうんと言わず、大阪城は攻撃されてしまいました。大阪の陣で淀殿が家康に抵抗したから豊臣家が滅んだと言われますが、実際にはプライドの強さから強情に抵抗していたわけではなく、豊臣家存続のためなら無理難題を突きつける家康に下る覚悟があったことがうかがえます。高台院尾根との対立もなかった。また秀吉の正室である高台院と対立していたことでも知られています。高台院は家康寄りで、関ヶ原の戦いでも東軍派として動いていたと言われますが、むしろ実際には三成と親しく、西軍関係者との関わりの方が強かったのです。正室と側室という立場から対立したと言われていますが、秀頼の後見人である淀殿と連携し協力し合っていたという説もあるのです。淀殿悪女説は徳川方から見た評価。なぜ淀殿が悪女と言われるのか、ここまで紹介したエピソードの中には、そう言われても仕方ないかもと思えるような内容もちらほらありますが、幼い秀頼を守ろうとする母としての行動だったと考えると、悪女とまでは言えないように感じられます。歴史は勝者によって作られると言いますよね。家康は勝者。なぜ豊臣が滅ぼされなければならなかったのか。勝者である徳川としては、豊臣が滅ぼされなければならないほどの存在であった理由が必要でした。豊臣型の人物が
いい人であると困るのです。淀殿イコール悪女というイメージが根付いたのも、勝者による情報操作が原因の一つ。石田三成が嫌われるのも、一つにはそういう理由があったと考えられます。日本三大悪女と言われる女性は、北条政子、日野富子、そして淀殿。いずれもそう言われるだけのエピソードにはこと欠きませんが、悪女と思うかどうかは人によって評価の分かれるところかもしれません。少なくとも残虐極まりないエピソードで知られる中国三大悪女に比べれば、三者とも可愛いものです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。